お世話になります。ひとりでございます。巨大マックス期間限定イベントが開始されるということで、今回は情報共有させていただきたいと思います。今回はケンタで共通でリザードン、ジュラルドン、ダストラス、大王道が出るとのことです。それではまずはいつもの通り、不思議な贈り物から必ずワイルドエリアニュースを受け取りましょう。これをやんないと出てこないので、非常に注意が必要でございます。はい、ワイルドエリアニュースをこんな感じで受け取りましょう。ということで受け取りましたので、早速行きましょう。はい、レッツゴー。多分ね、場所はね、どこでも出ると思いますので、いつもと同じですね。はい、ぶっ込みます。いけ。うわー、最悪。コータスかよ。一番いらないわ。次行こう。出るかな。オッケー、来い。あー、違うか。ダメだ。違うか。ダメだ。ダメだ。いやー、ダメだね。来ないね。ダメだ。ダメで。いや、全然来ないぞ。マジか。マジ。おい、マジかよ。いらねえよ、お前。あ、来た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 。星さんのジュラルドン来ましたね。マジか。こんなやつ来るんだね。すげえわ。これやっていきましょう。一人で挑戦。いけ。オッケー、来ましたね。やっぱかっこいいな。巨大マックスジュラルドンはなかなか見た目がね、本当にいいっすね。行くぜ。ダイマックス層で終わりだ。もうめっちゃ食らうっしょ、これ。普通に。オッケーオッケー。余裕ですね、これは。オッケー。余裕だな、マジで。おっしゃー、ゲットしました。はい、ということで、アイテムは割と普通なんかな。そんなに大きくは変わらないっていう感じですかね。まあ、こんな感じでございます。まあ、三つ星なんでね、こいつは。はい、今のジュラルドン、最高最高最高 3V ですね。はい、巨大マックスジュラルドンと出てますね、ちゃんと。はい、筋金入りということで、夢特性ですね。多分、また今回も多分、全部夢特性なんじゃないかなということが推測されますね、ここから。アイアヘッド、バークアウト、ワイドブレイカー、鉄壁ということで、まあ、普通の技ですね、これは。ワンパクな性格ということでいいんじゃない。はい、じゃあもう一回やっていきましょう。あ、もうなくなっちゃった、あれが。願いの塊なくなったわ、もうすでに。どんだけ使わせんだよ、もう。すでに10個以上使ってるぞ、多分。1個しかないやつ。あー、違うか。またこれね、願いの塊ないんで、時を戻そう。じゃなくて、時を進めましょう、これ。よし、願いの塊、買い増しするぜ。オッケー、こんぐらいあればいいでしょう。はい、行きますよ。ダメだ。来てくれ。おー、来た来たが。かっこいいな、やっぱり。星呼んできましたね。無限ダイナでいきますよ。いいねー。やっぱりかっこいいな。なんかお腹のダイヤみたいなやつかっこいいっすよね。ダイマックス層でとどめを刺せ。なかなか食らうね。いいねー。バコーン。オッケー、ありがとう。マニュアルありがとう。めっちゃ味方いい感じだね。オッケー、今回一発でゲットできた。ナイスナイスナイス。やっぱアイテムは普通ですかね。経験飴、M と L とダイマックス飴とお盆の実、ウブの実、でかい金の玉。これが珍しいかな。でも普通に出るんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっとアイテムはそんな変わんないかなっていう感じですかね。はい、ということでリザード見ていきましょう。 4V ですね。まあ仕方ない。これはドンマイですね。ドンマイケル・ジョーダンですね。ドンマイケル・ジョーダンですね。ドンマイケル・ジョーダンですね。はい、で巨大マックスリザードンということで、あ、もうかですね。これ3パワーじゃないから夢特性じゃないですね。うわ、これ夢特性以外も来るってことですね。で技は火炎放射、エアスラッシュ、ソーラービーム、熱風ということで、ギンギンな特攻の技ですね。おとなしい性格ということで、こんな感じでゲットさせていただきました。よし、行くぜ。もう一回行くぜ。頼む、来い。あー、来た。これダストラスじゃね。やばいでしょ。めっちゃ運いいでしょ。連続じゃん。じゃあ無限ダイナーで行きましょう。オッケー、来ましたね。連続で来るってのがいかついよな。ただ三つ星だからあんま強くないっていうのもありますね、本当に。オッケー、ナイス。バーン、いいね。半分いく。うわ、砕ける鎧ですね。つか砕ける鎧だからこれ夢特性じゃねえんだ。マジか。オッケー、普通に倒しちゃいましたね。お、すごい。今回は全部一発で捕まれてるぞ。なかなかいいぞ。はい、アイテムはやっぱ普通かな。まあとりあえずこんな感じで出てくるっていう感じですね。はい、ダストラス見ていきましょう。 3V ですね。素早さダメかもということで、こいつはダメかも要因で使うのかな、ちょっとわかんないですけど、まあとりあえずいいですわ。巨大マックスダストラスゲットだぜという感じですね。砕ける鎧ということで、これは夢特性じゃないと。残念。で、ヘドロ爆弾クリアスモックのしかかり時短だ。ということで。まあ、いいんじゃないですか。いいっていうか、よくわかんないけど。こいつあんま使おうと思ってないですしね。まあ、とりあえず勇敢の性格。まあ、いいんじゃないですか。じゃあ、残り1体大王道を捕まえていきましょう。うわー、無理か、不利か。あー、なんでこいつ来んの。ダメだ。またこいつ。あー、なんだ、すげえ。あー、もうダメ、ダメだ。ダメだね。いやー、マジか。いやー、マジ、全然来ねえ。あー、来ましたね、来ましたね。これで、また、この、期間限定のやつが出てきたところで、時割ったりすれば、他のね、期間限定ポケモン出せると思いますので、私これ使っちゃいます。使いたくない人は使わないように、しましょう。本体から日付と時刻の、1日進めの戻りののやつですね。私は普通に使って出しちゃいます。出しちゃいましょう。また同じかい。あ、来ましたね。お花でっかい大王道さん来ました。かっこいいな、これも。やっぱりドリルズいっちゃうぜ。いいっすね、体が見えない感じ。よし、地震でぶっ潰す。あー、自分にも食らうんだった。バカした。あー、地震で味方に食らうんだ。うわ、やべえ、バカした。味方全部倒しちゃった。
おいおい何やってんだよ。うわ忘れてたわ、それ自分に食らっちゃうんだ。マジか、やばい、ソルロックも全部倒しちゃった。バカしたなこれ、完全にアホしたわあーやれた、ごめんよごめんよ、4倍弱点やっちゃってごめんね、ごめん、また死んじゃったね。あーやべえ負けたわ、ごめん、これは完全にわしがミスったわ、 NPC みたいなことしちゃったわ。いや普通に無限大なんで行けばよかったんだ初めっから。頼む火炎放射でぶっ潰すぞ。死んじゃったし、死んじまった。おいまた負けたよ、連続で負けた。おいまた負けたよ、お前別にそんな欲しくねえんだよ、なんでもこんな負けないといけねえんだよ、本当に3回目だよ。まあ相手が地鳴らししてくるから味方一気に全員死んじゃうんで、まず、電磁波入れてまたね、リフレクターかをやっていくスタイルでやっていきたいと思います。いやちょっときついからな、さすがに。いや今回はメンバーが良かったな。でもあとはイカさんはずっとやっててもう勝ちでいいんじゃないでしょうか。オーロンゲのリフレクターは強えな、本当にこれ必須かもしれないですね。もしようやくゲットできたよ、あんま欲しくないのにこいつゲットするのにすげえ時間かかったよ。はいこいつですね、 5V ですね。やっぱ5つ星のやつは 5V で出てくるっていう感じかもしれないですよね。巨大マックスダイオードゲットです。ということで力づくですね、これも普通の特性なんでやっぱ夢の特性はちょっと確率は低めてかなっていう感じですかね。アイアンヘッドじゃれつくパワーウィップ自信ということで、パワーウィップを覚えてですね、いいんじゃないですかこんな感じで。はいということで今回は巨大マックスの姿のジェラルドン、リザードン、ダストダツ、ダイオードを捕まえさせていただきました。いずれも夢の特性は出る可能性はあるけどそこまで高くないっていう感じですが、まあしっかりねイベント、レイドですのでしっかり出るという感じでございました。今回一言言いたいのは、巨大マックスの姿初期の頃は1体とか2体とかだったのに一気に4体出すなんて雑すぎじゃね。